やー盛り上がったね。盛り上がったね。盛り上がったね。どうだよジョン、少しは元気になった？みんなは元気そうだね。ジョン、メリークリスマス。君のあの先祖の話だけど、あの本当に家族の…いや、やめとけってば、それ。やめてよ、お前。今夜はお隣の猫の耳も招待しようね。美味しいお茶をごちそうするよ。最近うまくいってないんだって。でもさ、ジョンさ、君にはもっとふさわしい恋人見つかると思うんだけどな。ありがとう。あれ？なんだこれ？あ、それは…タケ、なんだこれ？なんか書いてあるよ。ちょっと待てよ。ダメ。サンタさんへクリスマスのプレゼントは世界中で一番大きな、大きな、大きな、そしておいしい、おいしい、おいしい骨をください。From John。John、君はこんなところに帰って、こんなところにぶら下げといたのか？そうだ。だって僕は本で読んだのさ。クリスマスイブに願い事を短冊に書いてツリーにぶら下げておけばちゃんと叶うって。織姫様と彦星様が出会う一年に一度だけの大切な日にね。それは七夕さん。あーやっぱりさ、重大なミステイクをしていたのよ。本当にね、日本の七夕様と勘違いしてたんだ、うん。だからサンタは靴下に何にも入れてかなかったんだ。そうだ。仮にジョンがね、貴族の血を引く犬だとしても、それは落ち込むのが当然。そうだ。うん、あ、なんとかしなきゃな。ちょっと。あれ？ミッキーは？あれ？あ、ミッキーは？ミッキー！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 エイ！ミッキー！ミッキー！本当に大変な時にいなくなるんだから。ジョン、ジョン、起きろよ。起きろってば。ほら、サンタが来たんだよ。冷たいサンタがまた来たの。もう帰ったんだろう。ほら、ちょっと覗いてごらん、あの靴下。靴下。あ、世界一大きい骨だ。見たこともないような骨だぞ。これは夢に違いない。よーし、夢がないぞ。もう夢なんかじゃないってば。今日が君にとっての本当のクリスマスだよ。メリークリスマス。よかったな、ジョン。うん。来年のクリスマスからちゃんと靴下の中に願い事を書いたカード入れてくんだぞ。うん。でも本で読んだんだけどな。来年からは靴下に入れるよ。あんまり大きな靴下だとサンタさん呆れるよ。
そうかな。ねえねえ、サンタさんってみんなは会ったんでしょ。どんな人だった。サンタさんはね、あれだよ、あのすごいね、ちょっと太めだったけどとってもいい人だったよ。あ、それで、ミッキー、前からヒゲ生やしてたっけ。いや、そういうことは同じじゃないの。ねえ、それにしても五代五の演奏素敵だったね。そうかい。ごちそうさま。ねえねえ、本当そこでさ、一つ相談なんだけど。何でも言ってください。何でも。あのね、はい、明日もまたクリスマスやろうよ。サンタさんに僕お礼を言いたいし、今度はちゃんと靴下の中に大きな大きな骨をくださいって書いて入れとくよ。できればさ、もう一回り大きいのをくださいってね。こんなにクリスマスが楽しいなんて夢にも思わなかった。最高に幸せ。ねえねえ、明日もやろうよ。明日から毎日これだ。あ、ねえねえ、待ってよ待ってよ。ねえ、あ、もう冷たいんだから待っててば。ねえ皆さん、クリスマスってさ、毎日毎日やってもいいと思いませんか。僕本当に幸せになったんだ。嬉しいな。クリスマス、イエス・キリストが生まれた日、世界中の人がハッピーならいいと思います。プレゼントをもらえなくてしょんぼりしてる人、今夜あなたの心のサンタクロースが現れますように。